おはようございます。白馬が2日目になりました。今日は午後から雪が降るということです。今日も頑張ります。はい、乗り。はい、パパと子供たちはスキー場に出かけました。今日も子供たちは朝から夕方ま3時半までかスキー教室です。私は部屋で今日はゆっくりしたいと思います。天気もすごくいいです。でも午後から雪予報で、あれこれ雪じゃなくて木の上に乗ってる雪が落ちてる。これは木の上に乗ってる雪が落ちてるようです。でもお昼から雪が降るようなので、寒くなると思います。今日もつららは下まで伸びまくっています。すっごい長いつら。温泉に何度も入り日頃の疲れを取ろうと思います。今日はママをホテルに残して3人で、ゲレンデにやってきました。でもこの2人はこの後スクールに入ります。パパは一人でコブコブコブ。多分ね、まだ雪はね、これが弾いてくれる。ああ、そうやね。はいはいはい。けどちょっとあの水の中は終わりや。終わりやね。落としちゃダメやね。空行きました。風は運動中、もうすぐ行きます。八方うさぎ平から、上の方を映してます。上は結構ガスってます。さっきまでは、晴れてたんですけども、さすが、山の天気です。2人が今スクールに入ってますんで、パパはこれからこのコブに挑戦していきます。空を発見。頑張れ。はい、お昼になりました。これはカツ丼、ニーニはカツカレー、パパはハッシュドビーフ食べてます。今日はママがいないので中腹にある、うさぎ平の、レストランでご飯を食べてます。おいしい。おいしいね。はい、空はもう出撃、風も今から出撃です。ここも頑張れ。またもや食前酒をいただきにラウンジに向かっています。はい、今日も我々だけです。
6台こっちはおらんもんね。今日何もらおうかな。カルアミルク、マライソとソーダで割ったライチソーダ。ママは辛口ジンジャーエール。え、嘘？こんなわけ。はい、ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。子供たちケバブ初めて食べたんですけども、美味しい美味しいって言ってましたね。よし、行こう。寒いから早く行こう。よし、終わった。すいません、夜泣きそうの件いただけますか。夜泣きそうの件です。はい、お待たせいたしました。はい、よし、行こう。
夜泣きそばを。夜泣きですね。はい、かしこまりました。はい、こちらからですね、はい、夜泣きうどんでございます。はい、失礼します、はい。こちらのカトラリーを使います。はい、今日はうどんです。ちょっとこってりした晩ご飯だったから。そばいいね。こっつり？こっつりではなかった。なかった？美味しかったね。うん、これなんていうの？この揚げ玉。揚げ玉？天ぷらのね、仲間。これあれでしょ、あの揚げ。揚げです。朝食です。お、大量のさん。はい、今八方のスキースクールの区内におりますが、1月23日にあった、採点表、こちら貼ってあります。なんと1級合格者ゼロ。2級に関しても1人だけ。すさまじく厳しい。真面目にやれよ。はい、空も風も出撃でーす。頑張れ。はい、風が帰ってきました。空も今コブコース行っとるぞ。3泊4日のスキーが終わりました。うわ、楽しかったね。うん、楽しかった。帰るだけだ。寂しいね。寂しいね。もうこんな遠いところ、今シーズンはもう来れないと思います。去年は何度もね、何度も来たけど、もう天気になってからは遠いので、多分今シーズンはこれで終わりです。ここに来るのは。あとは大戦で頑張りましょう。いや、多分多分ってことは来る。いや、もちろんその大戦のね、あの試験がによっては長野まで遠征せないかん可能性は、春休みとかに。そうね、頑張れ。とにかく、はい、で帰ります。